きたいと思います。最後は滋賀県草津市よりフルーレット。
ち最後なんですけど、はい、コンテストというとちょっと硬いかもしれません。でも、はい、私たち今日は皆さんと一緒に楽しみたくてここに来ました。はい、最後まで一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、わー、お腹すいた。なんであんた今さらそんなこと言うん。もうさっき食べたよ。さっきって昨日の朝やで。それをさっきって言うねん。で、何が食べたいん。大丈夫？疲れてない？大丈夫？帰る？帰るか。
個のサラダパンを選ばせていただきました。はい、はい、私たちフルーレットも一人一人で本当に何もできないんですけど、はい、この9人集まって皆さんに笑顔と元気を届けようと今でこうやって活動させていただいてます。皆さんも滋賀県に来た時はぜひサラダパン見つけて食べてみてください。いっぱいいろんな珍味揚げがあるのでぜひ皆さん発見してみてください。はい、お願いします。はい、以上フルーレットの珍味揚げコーナーでした。ありがとうございました。はい、早の曲はサラダパンか前回紹介した赤こんにゃくかどっちも選べないっていう、そんな乙女心を歌った曲です。それでは聴いてください。
どこどる甲子園決勝大会、私たち最後の曲になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後の曲は私たちの応援歌となっていて、日頃何かを頑張っている皆さんに向けてエールを送る曲です。でその曲中に私たちと一緒にやってほしい振り付けがあるんですけど、はい、やってくれますか。イエーイ。なんでもいいからみんなと一つになりたい、はい、なので前横前横 OK 前横、はい、それだけです。それだけです。皆さんと一緒に一つになれる曲です、はい、なので、ね、上の方もそちらの端っこの方ももちろん真ん中の方も真ん中みんなで、はい、この会場を一つにしませんか。ありがとうございます。ありがとうございます。それではラストを聴いてください。スマイルステップ。心に続く心の奥に
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。熱いパフォーマンスでございました。さあ、それではお客さんのポイントを測りたいと思いますので、皆さんは声出さないで、そして音が出ないでお願いします。はい、皆様拍手だけですからね。いきますよ。それでは行きましょう。フルーレットパフォーマンス良かったと思いました。めちゃくちゃ難しいんちゃうかな。